ヒョルと風の結婚、その綾子、第8章。春になってホテルが再開するとともに、守屋は新しい仕事にかなり急速に慣れることができた。もともと十分に察しのついていた世界である。ホテル業のサービスの究極はこの世の天国を作ることでなければならぬと、いつか間庭社長が社員に言い聞かせていたことがあった。一歩ホテルへ入れば、それまでどんな屈辱的な生活を強いられていた男でも王侯のように丁重に取り扱われる。彼はもはや自分で荷物を持つ必要もなければ、ドアを自分で開けることもいらない。ハンケチを落とせば即座に誰かが拾ってくれ、ベルを押しさえすれば御用を受けたまわる人間がやってくる。椅子は柔らかく、室内は清潔で、お湯も水も思いのままに出なければならぬ。花はあるか、食器類は磨かれており、料理は熱いか、絨毯の端がお客をつまずかすようになってはいないか。一人の人間に天国の思いをさせるために、何倍もの数の人間が必死に働くこと、それがサービス業の根本精神だ。それが人間的であるかどうかなどということは、今の場合問題外である。三浦支配人は最初、守屋を冷ややかに事務的に迎えた。ナナの問題については一言も触れなかった。三浦にすれば守屋を頭から無視した上での態度だったか、守屋はほっとしていた。ただホテルが春になって開かれるまでの間、軽井沢の冬は守屋に答えた。凍えるばかりの冷たさ、そして静かさ。喋る相手もなく、遊びに行く場所もない。守屋は夜眠れなくなった。今までナナとの問題の頃を除いては、床につくが早いか犬のように眠れたものである。妄想が時々守屋を苦しめた。妄想は形のない、純粋に抽象的な脅迫観念になることもあり、そのまま素直にナナに対する恋しさになって現れることもあった。ナナに関しては愛しさの他のすべての感情はただ開墾であった。彼女を愛したことに対する開墾、彼女が間庭家の娘であったことについての開墾、中でも深い開墾は最後にナナと思いがけず上野駅で会った時に守屋の心に植え付けられた。ナナは何も言わなかったが、彼女の目は自分が上野駅で汽車に乗るのをやめることを期待していた。しかし自分は降りなかったのだ。社長から与えてもらった今の地位をありがたがって、ナナへの愛を裏切ったのではない。ただ自分はあの時、汽車を降りても降りなくても後悔するだろうということが分かっていたからなのだ。汽車を降りてもう一度ナナと実力行使に出れば、最も安直にナナを得るかもしれないけれど、ナナと自分の周囲を今度こそ本当に敵に回すことになる。敵を作ることは構わないが、ナナを諦めます
と誓った社長への約束がある。君が諦めれば、ナナは必ず幸福になる、と無謀にも言い切った社長に対して、男の意地もある。しかしナナに、あなたは本当のところ、私とのことがもうめんどくさくなったのよ、と言われたとき、モリアは心臓をざっくり刺されたように感じた。めんどくさくなったというのは、愛情が薄らいだことではない。しかしそれにも増して、周囲の人間の圧力が、そら恐ろしく思われてきたのは本当だった。ナナを得るためには、何を犠牲にしてもいいはずだったが、男にとって、女はやはり人生でかなり重苦しい要素の一つではなかろうかとモリアは悩んだ。モリアは押し流されている自分を卑怯に感じた。それでもなお周囲の人間のナナをモリアにやるまいとする情熱の方が自分の情熱よりはるかに大きく見えてならなかった。こうなると、モリアは自分の愛情の証を長い時間をかけて示すより他はないような気がした。ナナがどんな形にせよ、本当にナナらしい道を見つけたと思えるまで、自分はいつでも救いの手を差し伸ばせるように待っている。その間にも決して希望を捨ててはいけない。ナナはうなずいていた。モリアの言葉を信じているのか、あるいはもう諦めきっているのか、どちらにも受け取れる動作だった。軽井沢へ来てみれば、果たしてナナを東京へ置いてきたことの悔恨があった。自分がまともにこうして暮らしていること自体が、ナナへの裏切りのように思えた。ナナは苦しんでいるのに違いないのだ。ナナは女としての全人生を、モリア・純吉という人間に打ち込んだ。それなのに、自分はナナがなくても、こうして平然と暮らしている。自分はナナのために、何を犠牲にしたというのだろう。ホテルが開かれた時、モリアはほっとした。忙しくなると自分が自分でいる暇もなくなる。上野駅のホームで、私たちは運が悪かったのと、何か罪を犯してもしたように焦然と言ったナナの言葉や、その青ざめた頬を思い出す機会が少なくなる。それが何よりありがたかった。お客はまだまばらだった。画家とか少しばかり変わり者の新婚夫婦とか、浅間ブロックの工場を作りに来ている会社の人間とか、そんな連中がちらほらだったが、それでも数少ないお客を丹念に迎えることも、また考えようによれば趣味のある仕事だった。